そわ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 、うず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 こたつの設営完了でございます。やっと終わったわね。最近寒くてしょうがなかったのよね。この数日で急に冬になりましたから、そろそろこたつが必要かと。さすがはコッコロちゃん。それじゃあ早速。くふー、あったかい。みかんもたくさんありますよ。やっぱりこたつにはみかんですよね。いただきます。数時間後、うっとうっと、あ、私としたことが眠りかけておりました。そういえば本日はラジオの収録日でしたね。ペコリーヌ様、キャル様、そろそろ支度を。うっとうっと、すやすや、あったかい、すやすや、ぐーぐー、もうみかん食べられません。ぐーぐー、これはいけません。お二人とも熟睡しておられます。でも私もこたつの魔力に太刀打ちできそうにありません。このままでは今日のラジオはお休みに。うとうと、すやすや、ぐーぐー、うとうと。プリコネチャンネルリラルル。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす、ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす、ココリ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす、キャル役立花梨花です。今回のオープニングショーってどん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 と、台本はプリコネームねじれアカシアさんの投稿でした。こたつだ、毎年恒例ですね。こたつ本当に。さて、今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題も来ております。こちら、プリコネームもふもふな主様さんからいただきました。ありがとうございます。幻想的な冬景色が似合いそうな美食殿の皆さん、おいっすー。おいっすー。難しくないですか？難しい。難しい難しいな。風が冷たくなり、冬が頭をひょこっと出てきた季節。ほうほう。そろそろ冬服に衣装をチェンジする人も現れるでしょう、うんうん、ということで、今回のプリンセストークは、モコモコな冬服が似合いそうなプリンセスは？で、トークお願いします、うん、やっぱりプリンセスのみんなってちょっと薄めの布生地なイメージなので、分厚めの冬服姿も見てみたいんですよね、わら。あー、そうです、確かに。まあ、モコモコな服はいろいろありますからね、はい、セーターとか、はい、まあ、コートもそうですし、マフラーであったりとか、来ました今年も、はい、話題、素材素材素材で行ってもいいですし、うん、モコモコか。あー、フリース素材とか、モニカ、あ、どうぞ。あの、はい、あの2つのふわふわの髪の毛と、あ、間に挟まるモコモコのニットワンピース。あ、ニットワンピース。ちょっとブカブカモコモコめで、あの、なんか髪の毛も衣装もとてもモコモコ尽くしっていう感じで、あー、白いみたいです。うん、ぜひ。私、あのプレシアちゃんにざっくり編みの、 あのタートルネック、はい、な、あ、白っぽいクリーム色のセーターっていうんですか、はい、あれを着てほしい。好き、かわいいです。めっちゃいい。もう、もうかわいいです。想像だけでもうかわいいです。かわいい。え、ニットワンピで言うんでしたら、セクシー系なの。あら、笑います。見た。いいですよ、ニットワンピ。いいのよ。ね、見たいんですけど。うん、いや、ちょっと、あー、悩みますね。サレンさんとか。あ
まあ、やっぱクリスマスの衣装もありますし、はいはい、ちょっと冬のイメージはやはりあるかと思いますが、あ、ちょっといいですね、ニット。ニットワンピだったらちょっとこうギャルっぽい感じでネアとか、あー似合いそうですね。いいのでは？いいな。なかろうか。うわ、いいな。初音とかもずっとスヤスヤしてる中でも全部真っ白に、もうどこが雲なんだかどこが初音なんだかって、ニュモコモコも可愛い。コッコロちゃんに、あの四角いので、あのなんていうんですか、袖っぽいところにモコモコモフモフがついてる、あ、なんて言えばいいんだ、あの袖口だけ、はい、帽子のあのここの、あ、帽子かぶるところだけモコモコの、あー、あのなんて言ったらいいんだ、あのなんだっけ、あのなんだあれ、ニット帽じゃなくて、ニット帽じゃないですけど、北国っぽいやつ、そう、北国っぽいやつをかぶってほしい。いいですね、モコモコ今流行ってますしね、うん、若者着てますよね、帽子、あの帽子、あれかぶってほしいです、ね、よーい、いい、うん、あ、始めましょう、もっとポカポカしたいよモコモコポカポカ寒いんだよ毎日どうなってんださて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第321回、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ、改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコル役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。今回の番組前半のメールテーマは普通のお便りです。イエーイ。プリコネについての普通音をご紹介します。はい、プリコネームルリロピースさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、ミクさん、リッカさん、おいっす、おいっす。プリコネキャラクターソング36の発売が決まりましたね。今回はラーファとキャルちゃんの楽曲が収録されていますね、はい、夕焼けのビーチで佇むランファさんも、勉強しながら居眠りしているキャルちゃんも可愛くてすごくいいジャケットです。皆さんはこれまでのプリコネキャラクターソングの中でお気に入りのジャケットはありますか、っていうことですね。はい、そうなんです、うん、発売されるんです、ね、ありがとうございます、素晴らしいです。いや、ジャケットもだからすごいいっぱいあるってことですよね。そうですね、次で36だからね、いやー、なんか前にも話したことがあるような気もしますが、はい、前にも触れたことはあるか、キャラソンじゃないんだけど、みんながこう、い、あのヘッドフォン、サントラだ、そう、サントラが、なんかエモさも感じることができて、個人的には、うん、似合いますよね、好きな、みんな可愛くていいんですよね。そっか、あれも好きなんですよ。確かに確かに、いっぱいある、うん、あ、多分ヘッドフォンはキャラクターソングアルバム、アルバム、あ、アルバムの方か、アルバムの方で、サントラはあれだ、ペコとか横向きでちょっと歩いてる、あ、歩いてる、あ、これ、あ、そうそう、いいですよね、これちょっとクレヨンタッチというか、うんうん、ちょっと泡タッチな感じのやつ、好き好き、これも好き好き、もうなんか前もそう感じたんですけど、振り返るとすごいなんか絵柄も懐かしさがを感じるというか、あー、そう、懐かしいですね、確かに、うわーうわー、カルミナのこの03のめっちゃアイドルのやつ、超懐かしくないですか、いい、懐かしい何回見ても可愛い、可愛い、キラッキラ、いや、よく考えられてますよね、毎回書き下ろしですしね、うんうん、あー、15の、うん、あの最高スタートダッシュとか入ってるやつかな、結構みんな表情が豊かで、あー、結構好きかも、かわいい、かわいい、あー、しおりのウインク良い、良き、良き、ではでは続きまして、プリコネームずっと青春さんからいただきました、ありがとうございます。
美食での皆さんおいっすおいっす。最近茜色の寄り道を聞きながらふと、今までのプリコネでは手をつなぐという表現が多かったのに、なんで手と手と手を合わせましょうにしたんだろうと考えていました。おう、考えた末に最終的にはいただきますの時に手を合わせたり、大切な人を思ってする合唱の意味合いも含まれる、なんて素晴らしい歌詞なんだと一人納得しました。美食伝に合っているのはもちろん、アゾールドさんやプレシアちゃんが同じ動作をしているのも印象深いですね。うん、あ、たくさん考えてくれたんですね。ねえ、あったかい曲だな、歌詞もそうだし、素敵な歌詞です。続いてプリコネーム TK さんからいただきました。ありがとうございます。先日親戚の子とボードゲームをした時、ふとプリコネのキャラバに似ているなと思いました。うん、他にも黒猫を見てキャルちゃんが思い浮かんだり、プリンを食べてあの子を思い出したり、日常のふとした瞬間にプリコネを連想することがあるのですが、皆さんはそういう経験はありますかと。おー、確かに日常に潜むプリコネ。いや、プリンは確かにわかる。プリン、はい、プリンはもう、うん、思い浮かんじゃいますね。スタンダードであればあるほど、うん、誰かを思い出してしまうの。どうしてなの、どうしてなの。やっぱ、ちょっと芝っぽいワンちゃん見つけるとモフモフな主様に似てるって思います。あ確かに、確かにな、それもわかるな。かわいいなって。かわいい、確かにかわいい。なんだろう、なんか買い物しててリンゴ見るとハッってなったりする。これがこれがもしかしたらメタモルやつだったらどうしよう。なんかあのデザートで和物が出てきた時に、うん、あ、これを食べたら私はあと何マスとかな。キャラバンのもうキャラバンにはいはいはい、ずっと出てくるんですよね。確かに日常でも感じられるというのは結構、うんうん、いいですね。幸せ。プリコネの、うんうんうん、ではでは続きまして、プリコネームゆうがごとくさんからいただきました。ありがとうございます。クリミナルルーキーの感想、ストーリーを見終えて一言、みんなあったけ、現場からは以上です。そうね、染みてるね。染みてますね。染みるかったね。ストーリーもめっちゃよかった。いや、気になってたところではあったから、ちょっとよかった、よかったよかったねってなりましたね。はい、もう一つ来ております。プ、うん、リコネーム銀鮭2号さんからいただきました。ありがとうございます。美食での皆様方、おいっすおいっす。クリミナルルーキー天使たちのパラドクスを無事プレイ完了しました。おアルターメイデンにスポットが当たった初めてのイベントということで、作り手側の気合の入りようを感じました。今回特に気に入ったのはエンディング曲のイリドロータスです。うん、3人の傷ついた心と罪を背負って進む決意を表現した素晴らしい曲でした。心汚れ傷つき明日に怯える彼女たちが未来を見つめてるって言うんですよ。意図絵もし。プレイを終えた翌日、一日中聴くほどにプリコネの曲で一番好きになりました。早くフルで聴きたいです。うん、買うから早う、配信早う。プリコネフェスでアルターメイデンの3人がこの曲を踊る日が今から待ち遠しいです。あー、確かに見たいです。見たいです。見たい、はいはい、見たいです。早う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 。いや、絶対見たい。確かに。待っておきましょう。待つ待つ。ということで、以上今回の番組前半はプリコネについてのふつおたでした。いつも投稿ありがとうございます。ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウス、楽曲、グッズ、布教など多彩な要素がありますので、いろんな角度からメールを送ってみてください。投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント、クリミナルルーキー天使たちのパラドクス、エンディング曲、リリ CV 鈴木みのりさん、クリア CV 前田香織さん、プレシア CV 高尾香音さんで、イリドロータス。星も見失う真夜中の
音チャンネルリダイブ。では今回の後半はまずこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、あのプリンセスに意外な一面がどんな一面、最初の特集です。イエーイ。ではでは早速、プリコネームアテムさんからの、ジュンに意外な一面がどんな一面。友が持っている魔法少女グッズに興味を持ち、密かに集めている。いいですよ、いいですよ、良いではないか。こういうの、こういうの、ジュンさんもなっちゃう、ね、これこれ見たい、見たい、見たいよ。続きまして、プリコネームあららさんからの、チカに意外な一面がどんな一面。実は辛いものが大の苦手で、激辛カレーやわさび入りのお寿司を食べちゃうと顔が真っ赤になって涙目になる。かわいい。すいません、推しのかわいい姿見たいだけです。気持ちはよくわかる、うん、かわいい涙目が見たいんだよな。わかる、わかるぞ。見たい、見たいな。続いて、プリコネームグリマーさんからの、チエルに意外な一面がどんな一面。勉強、スポーツ、美術などなど、実は裏ですごく努力してる。好きになっちゃう、好きになっちゃう、好きになっちゃう、好きになっちゃう。もう好き、もう好きだよ。プリコネーム曖昧な曖昧さんからの、チエルに意外な一面がどんな一面。部屋に一人でいるときは全くチェル語を話さない。だから実家で声低そうとか言われる、言われるんだよ。そうだよ。続きまして、プリコネーム相田つみおさんからの、クロエに意外な一面がどんな一面。たまに可愛いアクセサリーやグッズを買うが、誰にも知られないようにこっそり身につけている。いやーもう可愛い、ちょっとハートとか、かわいい、いろいろついちゃってんだろうな、キャンディーとか。好きになっちゃう、好きになっちゃう、好きになっちゃう、好きになっちゃうんだよ。続いて、プリコネーム江戸川コナイさんからの、ラビリスタさんに意外な一面がどんな一面。ワンちゃん、猫ちゃん、赤ちゃんに話しかけるときは、どうちたんでちゅか、かわいいでちゅねーという口調になる。あーでもちょっとニヤに、なんか、ね、うん、イメージはつきますね。うん、やっててほしいな、やってほしい、ニヤニヤしちゃうな。はい。続きまして、プリコネーム水曜どうですかさんからの、しずるお姉ちゃんに意外な一面がどんな一面。頭突きの威力をキープするために毎朝10個の岩を砕いている。頑張ってんだ、頑張ってるんだな、努力だ、あれは努力で、努力の、努力の鍛えられるんですか、ね、そっか、いいかな、そこの努力な。続けるとどんどん強くなるんだな。続きまして、プリコネームペッコリーヌさんからの、カイザーインサイトに意外な一面がどんな一面。手帳の1ページ目に、毎週木曜キャルのラジオとメモしてある。へっか、好き、へっか、初期。もう美食キャルのラジオなのがいいですよね。キャルのラジオ、美食伝とかじゃない、いやもうキャルの、キャルが喋るラジオ、お母さんみたいですね。と二人で幸せにいてくれ、もん。もう本当に親のような、なんでもうカレンダーにみたいな。いいな、涙出てきちゃう。ということで、以上プリコネ大喜利でした。ということで、プリコネ大喜利、現在募集しているお題は、あのプリンセスに意外な一面がどんな一面、プリンセスがファンクラブを開設、そのファンクラブの内容とは、そして継続するお題は、ゲストさんがいらっしゃった時の、誰々が美食伝に加入したらです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。続いて、今回最後はこのコーナー、ペコリーヌがギュッとして、コッコロが目して、キャルが褒めてあげないこともない。ええ、おいおいおい、あれ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 、前回大変だったのに、大変だったし、はい、いっぺんに送ってくるなって言ったじゃん。結構やったんですけど、うん、
まだ紹介しきれなかったメールがあると。ああ、紹介しきれなかったメールか。じゃあ知らないか。切れないよ。早いよ。早いな。素直だった。すごいな。一応ね、ご紹介しましょう。はいはい、プリコネームキスケアットペコはオイラの嫁さんからいただきました。すごいな。美人で優雅なパーソナリティで有名な真央ちゃん、ミック、リッカ様、ごきげんよう。ごきげんよう。早速本題に移りますが、しばらく別のゲームに浮気をしてしまい、ラジオとプリコネ離れをしてしまいましたことを懺悔します。らら、ですがやはりお三方の声が不足してしまうと生活に支障が出てしまうので戻ってきました。そこでペコちゃんに離れないようにギューッとしてもらい、うん、離れたことをコッコロちゃんにお叱りを受け、戻ってきたことをケルちゃんにやるじゃないと褒めてもらえばもう離れないと思い、お便りを書きました。贅沢なお願いを無茶振りしてしまい申し訳ありません。これちょっと前回とテイストが違います。うん、うん、貪欲すぎます。そうだよ、ど一度離れておいて、欲がないよ。そんな都合のいいこと一度離れておいて、これは目のコーナーでいいのでは。目、ね、全体的に目のコーナー、全体的に目ですね、いいんだわ。もう離れないようにギューってしたらいいのね。ペコちゃんに離れないようにギューってしてもらっ て、ね、ちょっと意味深い感じしますけれども、それでは行ってみましょうか。それでは、ギューとして目ってして褒めてあげないこともないです。どうぞ。キスケアットマークペコはオイラの嫁さん、ギュー、おかえりなさい。もう離れちゃダメですよ。これで離れられないですね。本当に最低です。私は悲しいです。戻ってきてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあまあまあ、せっかく戻ってきたんだし、まあ戻ってきたことに関してはなかなかやるじゃ。は？キスケアとペコはオイラの嫁？あんた、嫁を放置してたってこと？信じらない、ありえないわよ。最低です。ガリヌでー、最低です。ひどい話です。ピエンピエンピエン、ひどい話です。ピエンピエンピエン、ピエン。嫁は大事にしろ。本当にどこの女に写を抜かしたの。本当だ、書いてみろ。またサスペンス始まっちゃいますか。はい。はい、ということで以上、今回の番組後半はプリコネ大喜利とペコリーノがギュッとして、コッコロが目して、ケルが褒めてあげないこともないをお届けしました。カオスじゃない投稿もお願いします。プリコネインフォメ。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。アップデート情報です。11月22日にプリンセスバージョンのコッコロちゃんの専用装備1が追加されました。専用装備1をつけることでステータスとスキル1が強化されますよ。ぜひプリンセスバージョンのコッコロちゃんをパワーアップさせてくださいね。また同じく11月22日にペコリーヌちゃん、マヒルさんの専用装備2が追加されました。専用装備2をつけることでステータスとスキル2が強化されますよ。ぜひペコリーヌちゃん、まひろさんをパワーアップさせてくださいね。クランバトル情報です。11月25日からクランバトルが開催予定です。クランバトルに登場する強大なモンスターたちに挑戦しましょう。また現在トレーニングモードが開放中です。トレーニングモードでクランバトル開催に備えましょう。11月24日から毎日1回限定でジュエル500個を480円で購入できる毎日更新ジュエル500個が販売予定です。お見逃しなく。最後にゲーム外情報です。11月29日にプリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング36が発売予定です。水着姿のランファさんと雨学制服姿のキャルが描かれた特別書き下ろしの CD ジャケットが目印ですよ。詳細は日本コロンビアの公式ホームページをご覧ください。キャンペーン情報は公式 X およびゲーム内お知らせをご確認ください。以上プリコネインフォメでした。プリコネチャンネルリライブ。
て今回はプリコネームしそっぱお兄ちゃんさんからのリクエストで発売中の CD プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング31より初雪ツインアプローチを聞きながらお別れです。プリコネームしそっぱお兄ちゃんさんからはこんなメッセージもいただいてます。すっごい冷え込みでもう少しで雪がちらつきそうです。よりとあかりの可愛くて癒されて美しい歌声は本当に魅力的ですねといただきました。こんな風に番組エンディングでは曲のリクエストを受け付けています。お気に入りの曲や思い出の曲の投稿をお願いします。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますのでお気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームペッコリーヌさんです。いやーありがとうございます。陛下の手帳が本当にそうであれ、はい、本当にプリコネームペッコリーヌさんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第322回の配信は11月30日木曜19時になります。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。ではプリコネチャンネルリダイブ第321回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ふいお疲れ様でした。ということで、そっか、こたつがオープニングとテーマで、んオープニングのコント台本でありましたけど、こたつ一緒に入りたいプリンセスちゃん、みんなはぎゅうぎゅうに、無理かな、3人までだって。いっぺんずつ、なんでそんなこと言うの。丸いテーブルにすればいい。みんなはすごいんだよ、円卓になっちゃう。どっかのあれになっちゃうから、そうか、ぬくぬく。誰がいいかな、最大3人こたつ。いやー、これは悩む。私はでもキャルちゃんの頭の上にみかんを乗せていきたいな。うとうとして正面に入ってもらってもうね、こたつで丸くなる言いますからね。そうか、ルーンってなってるところを気づかないチャレンジ。抵抗するようなエネルギーがないのか、それとも果たして寝ているのか、寝ているのか、どうなのか。まあ確かにな、玉木とか、うんうん、誠とか、なんか丸っ、誠はいや丸くなるのかな、丸くならないぞって言いつつ、やっぱ動けねえなとか言ってました。たまらん、たまらん。リンとかもふもふにあったかいこたつはもう最強な、こたつ背負ったまんま移動しそう。確かにペロンってなってそうだよねって言いたいですね。非常にいいな。こたつっていいな。あ、こたつのあの変に座るんじゃなくて、あのダメだよ、あの中にこうほら空間あるじゃん、はい、あそこにこっそり歩みいてほしい。なんか当たるな、なんか当たるな。熱くなかった？大丈夫、今まで熱かったね。大丈夫、心配になりますね、すごい。うわ、待って、ネアさんから逃れられない狩崎みたいな。うわ、もう膝の上に、下ろせ、やれ、出せみたいな、みたいな。あ、いい、いやでもあったかいから非常に無抵抗になるんだろうな。かわいいな、やっぱミミちゃん。時間です。
ミミちゃん。ミミちゃんって言いかけたんですけど、ミミちゃんストップ入りました。ミミストップですか。わかりました。はい、ということでね、また来週お会いしましょう。ゲームもラジオもお楽しみに。バイバーイ。